シカソは、マリ共和国のシカソ州の州都。2009年の人口は225,753人。近年の人口増加により、セグーを抜いてマリ第二の都市となった。シカソは、首都バマコの 375km 南東に位置し、100km 南にコートジボワールとの国境が、45km 東にブルキナファソとの国境がある。シカソは、 ギニア湾沿岸諸国、特にコートジボワールと内陸国であるマリ及びブルキナファソとの道路の接点であり、交通の要衝である。特にマリー連邦崩壊後、それまでの主な輸出ルートであったセネガルのダカール港へのルートを失ったマリは、新たな輸出ルートをシカソを経由してコートジボワールのアビジャン港へと向かうルートに求めた。そのため、シカソは、 マリの輸出入を一手に担うこととなり、公益都市として栄えることとなった。また、シカソはマリ最南部に位置し、マリでは最も降水量が多く、濃厚に適した気候条件を持っているため、綿花などマリの輸出作物の集産地ともなっている。果物や野菜、茶などの栽培も盛んである。シカソの観光資源としては、大きな市場やテエバトラオレの遺跡、 近郊のミシリコロ洞窟などがある。毎年6月にはトライアングルデュバラフォンと呼ばれる、バラフォンの祭りが行われる。シカソの住民は、バンバラ人、セヌフォ人、ボボ人、ミニアンカ人などが多い。シカソは19世紀にマンサ・ドゥアラによって建設された。しばらくは小さな村だったが、1876年に、ケネデグ王国の国王となった、ティエバ・トラオレが、 母親の出身地であったシカソに首都を移し、以後発展した。彼は街中の丘に宮殿を建設し、城壁を築いて、ジュラ族の征服者サモリ・トゥーレやフランス軍と戦った。町は1887年から1888年にかけて長期の包囲に耐えたが、1898年にフランス軍によって占領された。シカソの町が降伏した時、 王であったティエバのニーバベンバトラオレは、バンバラ語で、サヤカフィザに、マローヤイエとの言葉を残し自害した。シカソは、ケッペンの気候区分においては、サバナ気候に属する。年間降水量は平均で約1200ミ、mm、リメートルであるが、その大半は5月から9月の間の雨季に降る。8月は、最も涼しく、最も湿度の高い月である。最高平均気温は、 3月から4月にかけての寒気の終わりに最も高くなり、摂氏37度をわずかに上回る最高、平均気温を記録する。ありがとうございます。